登別駅くったらこり別温泉の位置と周辺地形り別温泉は北海道登別市にある温泉。江戸時代から温泉の存在が知られており、明治時代に温泉宿が設けられてからは保養地、観光地となった。日本の温泉百選総合ランキングでは毎年上位にランクインしている日本有数の温泉地となっている。地名の語源は アイヌ語のヌプルペツに由来している。自然輸出量は1日1万トン、9種類の泉質、毎分3000リットル湧き出しており、温泉のデパートと呼ばれるほどである。中でも、地獄谷は、上別温泉最大の源泉エリアになっている。温泉街泉源公園上別駅から約6キロメートルの距離に位置しており、北海道道2号東屋湖登別線。 北海道道355送ったらここを沿線で通じている。薬産別側の谷にある温泉街は飲食店、土産物店のほか、警察、消防、銀行、郵便局、病院などがあり、バスターミナル付近には、公衆浴場、夢元詐欺理がある。また、地獄谷にも近接している。司法令は、温泉街からのロープウェイで通じており、 山上には登別、熊牧場がある。大正時代に登別温泉を買収し、発展させた栗林後1日大昔は、アイヌの人々が温泉を薬等として重宝していたと言われる。江戸時代には、最上徳内が江戸蔵市で温泉の存在を以下のように記している。登部という小川あり、この川上に温泉が湧き出て流れ来るため、 おしろいと根性をかきたてるがごとし、ついたちも、推定のみゆることなし。地獄谷というほどを日和山と大湯沼地獄谷、登別原子林、大正地獄、日和山大湯沼奥の湯、大湯沼川天然足湯うた、テレビドラマ映画小説札幌、新千歳空港方面から、送迎バスを運行している宿泊施設がある。周辺には、カルルス温泉、カルルス温泉、 サンライバスキーバ、新上別温泉、上別文化交流館、カントレラ、クッタラコ、上別伊達時代村、上別マリンパークニクスがある、注釈出展観光防災。ありがとうございます。